どうも。まあコメントね、コメント欄は私は開けてますけどもね、まあほとんど見れなくなりましたね。見ても返信がもういいねすら押せなくなりまして、さすがに動画1万本以上、今2万2000、2、3000本ぐらいになってると思いますけども、そこまでやるとあのコメントが入りましたっていう通知すらもう反応できなくって、その通知が来ないですね、もうね、多くて。でもこうやって発信し続けることっていうのは、なんか言ってみればテレビに近いのかなと。テレビってそのコメンテーターやタレントさんとかが喋る一方で、で視聴者さんからの意見っていうのは直接アナウンサーさんとかタレントさんに届かないわけですよね。その中で係の人が抽出して、すごく評判いいですよっていうふうなのだけを届けてモチベーションアップするか、それとも誰かね、コメンテーターとかタレントさんを番組から追い出したいときに、クレームばっかり来てるんだけどねって言ってクレームを抽出してやる気を削いだりとかね、それを理由にして降板させたりとかっていうのはね、あるんでしょうけどね。まあそれをフィルタリングって言ったらフィルタリングなんでしょうけども、なんか誰が利権を持ってるのか分かんないみたいな状態ですね、これはね。まあ、YouTube に関しては、発信しているんですけども、私の場合メールアドレスを公開してるんでね、メールアドレスからご連絡いただいた方とはやっぱりこうやり取りっていうかね、商売が始まるかなってところですけども、ただ視聴されてる方っていうのからはなかなかそれはないかなと。でも視聴されてる方がいるその盛り上がりを見て、あ、自分はちょっとこう久保さんに直接連絡してみようかなっていう人も生まれると思いますんでね、枯れ木も山のにぎわいというつもりはありませんけども、やっぱりこれいろんなこのコメントの扱い方があるかなってところですよね。まあ、確かにね、皆さんの意見を聞きたいなとは思うんですけども、発信をしてますからね。でももうちょっとあまりにもねコメントが多すぎると、聞き取りにくいところもあるし、それだったら気が合う人だけついてきてほしいなっていうことになっちゃいますね。気の合わない人とたまにはねコミュニケーション取っていきたいですけどね、なかなかそれはもうこちらが選ばせてもらおうかなってところでございます。YouTube のテレビ化というところじゃないかなと思いますね。いらっしゃい。